古着っていいね、やっぱね。はい、ホテルの山田です。今日はですね、荷物が届きまして、古着がたくさん入った段ボールが届いたんですけど、新潟にあるバナナスっていう古着屋さんがあるんですけど、まあ、そこの馬場さんとあるアイテムのやり取りをしてる時に、まあなんか箱に何個か詰めて送ったろかみたいな感じのそう連絡をいただいて、まあその馬場さんの結構僕はセンスをもともと好きなので、なんかその自分で選ぶ目線じゃなくて、その人が選んだものとかを着てみるっていう、そういうフェーズの時もあるんですよ。なんかだから本当に何が入ってるか分かんなくて、なのでそのね、中身でこんなの入ってたっていうものを皆さんと共有できればなと思いまして、いつも着る時中のものを切っちゃうんじゃないかと思って。で、そう、なんか新潟にあるんでね、そのバナナスは行けないんですよね、なんかね、やっぱり。けどやっぱりね、もともと前からお世話になってるんで、そういうなんかのインスタとかで出たのとかをちょっと聞いて買ったりとか、ハーレーティーとか結構買ったりとかして、こうレギュラーぐらいの古着とかをなんかセンスよく扱ってる僕らのイメージだから、すごく合うんですよ。それちょっとこうグッドレギュラーみたいなのが僕は好きなんで、そういうもののその知識がものすごくあって、それを上手にこう着こなしてですね、芝生さんは。じゃ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 ーん。お、いきなりなんかデニムか、これは。これなんかビニールに入ってんのはなんかね、プレゼントとかって言って送ってくれたんですよ、デリちゃんと。あら、あらららららら、あら、かわいい。うちの子用に、ね、いいの、こんなのいただいちゃって、ロボさん、ミッキー。あー、これ着てたらあれだね、古着が好きなパパママなんだろうなっていう感じで、もろバレアイテムだね、かわいいね。奥さん用かな。これも可愛いじゃん。ほら。可愛い。可愛いね。結構、しかも多分これボックスよ。ボックスでシルエットが短いから好みじゃない。可愛い。夏。そう、こういうのが面白いよね、古着って。可愛いよね。じゃあまずこのベスト、なんかいきなり飛ばしたのが来てるぞ、これ。じゃん、こっちじじゃんしてるでもこれ、これも可愛い、うん、ちょっとこう、わかる？このデニムのこの色、こういうのですよ、レギュラーって。でもこれ縦落ちも入ってて、これ何、これどこのやつ、レッドスナック。いや、ちょっと知らないな、これは。シアとかそういうのかな。これ後ろがすごいわ。よっ。うわ、ドラゴンズ。かわいい。かわいいね、これ。しかもこれ、これがパッチンパッチンのスナップ。あれ、着れるな。あれ、着れるな。かわいい。ああ、でもちょっとこうシェイプしてんのか、うん、開けてきたいタイプだな、これ。どうですか、こんな感じ。このちょっと下目に入ってる、うん、そうだね、このもう脇まで来ちゃうみたいな、背中鍛えればもうちょっとまっすぐだもんな。かわいいね。
でもこの本当ベースは可愛い色落ちと、このあとステッチがこのほつれてる感じとかもねいいですよね。しかもこう全然もう硬くないやわやわ系。あ、来ました。このアイテムをやり取りしてたの。じゃん、もう可愛くない？これさ、多分ファミリーツリーっていうこうなんかそのデザインでさ、ちょっと有名な柄なんだよね。これなんか俺黒に白でこう入ってるのがあって、なんかそのロックのロック系な、なんかそのこういうさ文字がいっぱいバーって入ってるってやつなんだけど、これをこう何なんだろう、このハリウッド版ってことなのかな。そう、ウォルト・ディズニーとかも入っててさ、ハリウッド版でファミリーツリーをやりましたってことなのかちょっとよくわかんないんだけど、これ可愛くない？ここのもうピンクとハリウッドって書いてある。そうそう、これ可愛いな。ほら、こんな感じ見える？見えた見えた。すごくない？ぎっしり、うん、だからこういうハリウッドとかこのピンクのとかこの周りには特になく、この木の部分だけのデザインでよくあるんですよね。まあ、よくあるっていうか、その俺は何回か見たことある有名なんですなんて教えてもらった時がある。ただサイズちょっとでけえなってこう聞いてて思ってたから、僕は着たい人なんだけど、どうですか？でもありだな。ありか。薄くてボックスだから。うん。そうだよね。なんかだからその聞いたのこの肩幅とかの時は、あ、やれなく着たけど思いのほか長くないなって感じだった。あ、全然いいじゃん。むしろです。今日これだからなんか目立っちゃってる。これはいいんじゃないか。こういうなんかこういうのもそうですけど、蛍光とかこうなんかうまく使ってあるのとかいいよね。さすがの。ハーレーティーか。はい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 。あ、これ可愛いね。なんかこのボディにこれぐらいのデカ丸っていうのってもう引いてみただけでワンポイントになっていい。なんか俺こっちが背中でもいいわ。こっち背中で前無地みたいな。ハーレーティーで結構ね、前面と後ろが喧嘩してる時あるんだよね。いや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 みたいな。おい、これ前いいぞなんで、なんでこれ後ろどうしたんだよ時あるんですよね。いや、これ、あ、これちょっと可愛くない？なんこれ？ゴッドファーザー。あ、これいいじゃん。あ、ちょっと身幅細い。そう、なんか古着って面白いよね。なんかこんだけでかいデザイン入ってんのにさ、この身幅なのみたいな。デザインいっちゃうよこっちにみたいな。あ、デザインいいなこれ、かわいい。あ、これサイズがもうちょっと欲しかったな。ゴッドファーザーなのこれ。書いてある。あ、そうなんだ。どこに？あ、ここがこうなんだ。いや、なんかさ、鏡で見てるからちょっと分かんなくて。めっちゃいっぱい入ってる。めちゃくちゃ入ってる。おっと、無事ていきたよ。さあ、レギュラー入れてくるな。これはなんかメッセージがはぐれてるんじゃないかな。
ただの COT か。そういうの好きでしょみたいな LINE はね、ついてきてるのきっと。あ、シャツだ。ラルフ。あー、これね、こういうのね。俺前これじゃないけど白ベースのこういうシャツを買ったのよ、バナナスで。だからお前こういうの好きだろって思う。でもなんかお前のサイズはあんまないって言われた、全体的に。まあ今タイミングもあるみたいな言うからね。でもまあそのお店バナナスは、まあ、ババさん自体が190以上あるんで、そういう多分でかい人用になってないけど、そういうのもちょっと多いのかな。ちょっとこれでかいな。ああ、この柄はいいね。生地がテロッとしてるからギリありな感じにも見える。今日の格好だけどちょっとあり、長めのそれとして、うん、黒のニットキャップとかでもいいかもしれないし。やっぱその古着はね、着なきゃダメですよ、みんな着て、ってなるものがやっぱ多い。じゃん。これはちょっと違う。なんかね、奥さんのもって言って入れてた。うん、もしもあったらみたいな。だからこれ多分奥さん用なんですね。あ、いいね、でもね。このグレーと、こういうブルーの。これも多分ハーレーティーっぽい。あ、これ、色いいな。じゃん！これいいじゃん。これもう俺なんか持ってそう。うん、意外にこのなんか、色、ないな。白にこのやれた黄色みたいな。こうでも部員、あ、でもまだね、まだ俺のじゃないから。そして次、あ、これもいいフェードですね。はい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 。この袖にもね、黒が入ってて、いや、これなんてもういかにも私っぽいんじゃないですか。あ、よいしょ。いい丈の短さだったね。それはちょっと長い。肩がラグランではないのにここになってるけど、これやっぱり謎いよな。けどこのアームホールはあんまない、うん、もうちょっと鍛えたらかすっちゃうかもしれない。この何が出てくるか分かんないけど面白い。はい、コーディロイのジャケット。ああ、これも俺じゃないね。うん、これでもこういう感じで来たら可愛いかな。ベルト出してちょっとちっちゃいけど、ここでもちっちゃいかな。まあ後で着てみましょう。こちらは？何とかやる？スウィンジャーシングス。ああ、はい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 。じゃあわりかし新しめか。でもなんて言うんだろう、デザインによってはダボってきた方がいいようなデザインってあるよね。これちっちゃいサイズじゃなくて。こういう風に着るサイズ感なこのデザインっていうか、うん、かわいい。こういうのですよ、その着てみて、はいはいはい、はあ、なるほどねみたいな思う。自分ではこう手に取らないパターンっていうのになっちゃうから。やっぱ大人になるとやっぱせっかちになってくるんで、買い物もなんか手っ取り早く買えるものを手にしてやるみたいな気持ちになっちゃうんだ。
そういうの良くないよね。あ、これは何ポケ ?00 これでも俺が持ってるあのレッチリのラグラに似てるな。それも00なんだよ。うん、かわいい。上がグレーで下が白。あ、そうだね。ここ上グレーしてある。いいかも、これ。めっちゃいい。着てみてわかるよさ。あのね、旅行とかに持ってって、これ短パンとかで履いちゃって。ちょっと半袖だと寒いかもしれないから長袖持ってきた方がいいねっていう。ほんで多分これからの季節のも入れてくれてるから、これカーディガンも入ってるかな。カーディガンいっちゃう。おじいちゃんになってるもんね。この暑さの中みんなあのニットなんて見るとちょっと新鮮じゃない。あ、秋いいなみたいな気持ちになるっていうか、ちょっと冬っぽい感じ。うん、多分このなっちゃってる、うん、それがいいね。でなんかニット乗ったらかっけえかなみたいな。あ、でもこれかわいいね。ここでちょっとネックレスとかしてたりなんかしたら程よいんじゃないですか。このキャップでやるのも結構いいかも。なんかこのいいわ、カシミヤとかでもなく、なんだかよくわかんないけど、なんかちょっと雑にしても良さそうな、そういうのがね、あの本当レギュラーとかの良さなんですよね。欲しいのあるぞ、なんていうかもすでに。次もカーディガン。これはボタンがいっぱいついてる系。どうですか？サイズは完璧。ああ、ここが要はこの空いてないタイプか。まあよりあったかいって感じ。これもいいけどね。色とか合う。アーガイル。ちょっと大きい。チクチクする。あ、いいじゃんこれ。新しい。うん、ちょっとワコマリアでです。なんかふわふわガラがマジで動物なんじゃないかファーみたいな。なるほどですね。これもちょっといいね。これもね、多分ね、柄の時点では多分あんま手に取らないと思う。これ着てみないとやっぱ分かんないよ。なんかこれ普通に何て言うんだろう、ちょっと綺麗めすぎるって思ってるのに、なんか一瞬だからあんま着ないだろうなみたいな感じに思うんだけど、着てみるとこの肩落ちしたそのサイズとかで逆によく見えるみたいなから、やっぱ着ないと分かんないですね。あとこっちにもチモが入ってる。こっちは D だね。いい。なんかこれシルエット良さそうだな。じゃん。普通にめっちゃいい。普通にいい。もう柔らかくなった後っぽいチノだから、
すごいいい感じ、光沢がある感じになるかもしれない、スラックスっぽくも見えるような、ちょうどなんか丈もそうなってて、まあ若干多分すると思うけど、このスリッポンで履くともうスチマイみたいな、ああいいですね、キーズとかレッドキャップとかでもないかな、シルエットもだからあんまりこう何なんだろう、細すぎないけどズドンっていう感じでもないから、スーパードしてるわけではない、でも綺麗、お値段次第では、これさタロンだな、実際にそんな古いのかこれ、股間をカメラのレンズに持っていこうとする、わこれいいな、ジップがいい、ジップがいいであんま買うことないかもしれない、でもこういうのがやっぱりちょっとこうあれじゃないですか、大人の一つ違うところ、普通のチノパンっぽく履いておいてちょっとリーの古いやつなんだよねみたいなと、これはね、ああペインターパンツみたいな感じだ、もうちょっと古いのダブルリーのっていうのかな、ダブルリーってはないか、はい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 、ちょっとこれテーパードしてるタイプなんじゃないかな、だからこうすらないからこうやって溜めて履いちゃってもありなタイプの感じ、あのジュディマリ系のジュディマリ、オーバードライブの時にね、新品じゃ出ないこのホワイトってあるよね、新品はちょっとだけの間着ただけじゃ出ない、そのベージュになりつつあっちゃうよみたいな、でも超汚いまでは言ってないよね、尻尾もついてます、かわいい、かわいいね、まあいいかも、キャンプだ、これブルーグルーブのコラボ T シャツまだ発売前なんで今撮ってるので、これ多分合うな、もうコーデ動画みたいなんですよ、どうでしょうか、いいねこのたわたわな感じ、たわみたわみので、ちょっと下に溜まってる感じで、あんま下が細く見えない、うん、履けるね、なんか多分本来のこの硬さというかそういうものがもうテロテロになって、こう張りがなくなったことによって出来上がってるシルエットだから、まあ、そうなってからの方が多分いい感じになるんでしょうね、終わりです、ちょっといいの結構あったな、ね、まあこれはいっとこうかな、これはほらこのパンツとこれでもこういうのよ、やれふと白 T と合うでしょ、これはちょっといいじゃん、これも結構いいよこのアーガイル、まあもう分かんないですよ全部カラーが、まあ、これ白のパンツでもいいわ、あ、いい感じ感じだねやるな、ババさん、やっぱりその場に存在しなくてもやってくるないたらもうずっと喋ってるからね
これぐらいの上から目線ってことじゃないですよ。大きいんです。これいただこうかしら。ってなるとなんかこのパンツもいいなって思うけどね。あとこれもいいでしょ。これはね、これちょうどいい。まさにそのグッドレギュラーっていう感じのなんかその抜け感だよね。これだって新品であったら多分選ばれてないもん。これがこうやっぱりある程度やれててくれるからこうありなるからね、うん、ザ・ナインティーズ。ちょっと難しかったな。あとこれもこれ良くない？結構この後ろもいいじゃん。4000円ぐらいになりますよ。いやいやいや。こっちのこのリーもいいね。いい。うん。これっていう感じだから。結果こうやって集合したのを見るとすごく自分っぽくなってしまうっていう。まあそういうものはチョイスしてくれてるから。じゃあそのパンツ。まずどうする？行く？これで DIY しちゃうか。しないでしょ。DIY 用か。DIY って言いづらくない？確かに。DIY でいいじゃん。DIY という感じでした。まあまたこれでじゃあちょっと、うん、コーデというか服を楽しんでいきたいと思います。うん、新潟にあるバナナス。まあちょっと東京の人は行きづらいかもしれないですけど、近い人はよければ行ってみてください。古着っていいね、やっぱね。それでは。